朝目覚めると真っ白なレースのカーテンが風にそよいでる。部屋の鳩時計が7時を告げて、いつまでも寝てると遅刻するわよってママの声。私はまどろみながら、もう3分だけ寝かせてなんて思うの。毎日同じように遅刻して、先生に廊下に立たされて、テストで赤点なんか取っちゃう。学校帰りにみんなで食べるクレープ、ショーウィンドウに飾られたパーティードレスにうったりして、ちょっとしたことが楽しくて嬉しい。そんな普通の生活に戻りたい。